ガイウス・サルスティウス・クリスプスは、紀元前1世紀の共和制ローマの政治家、軍人。引退後は、叙述に専念し歴史家としても知られ、タキトスに高く評価された。イタリアのサビニ人の町アミテルヌムで生まれ、その地方の有力者の家系であったと考えられている。アミテルヌムは、同盟史戦争に加わり、ガイウス・マリウス派についたため、 その後のルキウス・コルネリウススラ時代に処罰の対象とされた可能性があり、幼少期に受けた戦乱の衝撃がその後の著作にも強く影響している可能性がある。おそらく紀元前55年より前にローマへ来ており、前55年にクワエストル、紀元前52年には五民間に就任、かなり手段を選ばない活動を行ったとみられ、紀元前50年には ケンソルの建築を受け限老院を除名されている。五民館時代は、プブリウス・クロディウス・プルケルとオプティマティス側のティトゥス、アンニース・ミロが激しく対立し、ミロと彼を弁護したマルクス・トゥリウス・キケルを攻撃した五民館の一人と考えられている。紀元前49年からのローマ内戦では、カエサルを助けて戦った。彼がいつ頃からカエサル派に立ったのか、 研究者の間でも意見が分かれている。指揮官としては、イマイチであったが、アフリカ戦役で、ケルキナ島を占領し、その地の食料を軍に供給した。タプスの戦いも目撃している。カエサルの後押しで二度目の財務官からプラエトルとなり、アフリカのオア族州総督となったが、任期終了後、不法所得で告訴され、カエサルの力添えで無罪となった。 カエサルが暗殺されると、政治から引退した。俗習総督時代に富を蓄え、広大に皇帝のものとなる豪華なサルスティウス庭園を作った。主張、歴史は引退後の著作で、ラテン語で書かれた大長であったが、大部分が失われた。スッラの死後から、自身の時代までを描いたものと推測されている。カティーナ・セン・キベラム・カッタリーニと、 ヨグルタ戦記キベラムヨガイナムのほとんどが今日まで伝わる。共和制ローマの政治の腐敗を記してはいるが、タキトゥスと同じく共和主義者であると考えられる。これらの各事件ごとに取り上げるという形式は、トゥキディデスに習ったことが強く伺われ、文体からもその影響が見て取れるが、それよりもさらに各事件から全体の流れが感じ取れるような、 特徴あるものとなっている。ラテン語の黄金時代の作家の中でも、臨場感といった意味で優れた書き手であり、ルネサンス以降、ラテン語三文の典型として、広く読まれ、文化的な影響力も大きかったものと、考えられている。自身に子はなく、同族から、同盟の用紙、ガイウス・サルスティウス・クリスプスを迎えた。この用紙は、アウグストゥス、ティベリウスの詩的な側近の地位を得た。 彼は、アグリッパポストムス殺害に関わったとされ、20年頃、亡くなった。この子も、ルキウスパッシエヌスルフスから養子をとっており、ガイウスサルスティウスクリスプスパッシエヌスを名乗ると、カリグラの寵愛を受けし政官を二度務めた。ありがとうございます。